こんにちは、梅垣真由美です。今日はこちらの漢方薬鼠径滑血湯エキスカリュークラシエ、こちらのお話をしたいと思います。この漢方ですけれども、漢方の古典といわれる中国の遺書万病改春の通風門編に収載されている薬方です。獅子というのは手とか足です。この2本のことです。腰などからの筋肉や関節の痛みに用いられています。この痛みは体内を走り、あるいは刺すような痛みがあったり、軽い浮腫、むくみが伴ったりすることがあります。痛みがあったり、時に痺れがある人の関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛に効果があります。気になる方はこのままお話を続き、最後まで聞いてください。それではこの鼠径滑血湯なんですけれども、こちらです。成分ですけれども、一方が 1.5g 入っています。1日は3方です。当帰、滋養、鍼灸、薬術、茯苓、当仁各 1.0g、 芍薬、五七、異霊仙、防衣、強活、防風、龍胆、陳皮各 0.75g、 小胸 0.25g、 白芷、甘草各 0.5g より抽出されています。1日分3000ミリの鼠径滑血湯から作られています。鼠径滑血湯エキス粉末3000ミリが含まれています。効能効果ですが、体力中等度で痛みがあり、時にしびれがあるものの、次の諸症、関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛です。1日3回食前または食間に水または茶湯にて服用してください。成人15歳以上1回1方、15歳未満7歳以上1回3分の2方、7歳未満4歳以上1回2分の1方、そして4歳未満2歳以上1回3分の1方、2歳未満は服用しないこと。以上です。薬の相談、心の相談は京都女性漢方松宮局管理薬剤師、私梅垣真由美までご相談ください。動画下の、逆三角形のボタンを押してみてください。説明欄にはいろんなリンク貼っています。お問い合わせ先も載せていますので、お客様からのお問い合わせ、ご相談お待ちしております。ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。